はい、ということで皆さんこんばんは、リリ長です。皆さん、緊急で今動画を回しています。タイトルにもしてると思うんですけど、動画班体験の学部くんから相談が来ました。珍しいなと、学部くんがなんか相談してくるの珍しいなと思って、何かと思ったら、リリ長さん、スキンが変えたいですと、泣いてるんです。僕的にはさ、学部くんのスキン見た時に、あ、結構覚えられやすいんじゃないかなと思ったの。ダンボールスキンみたいな。ここ最近学部くんが動画に出るようになって、まあネタとかいっぱいするやんようになってから、まあ学部くんの動画班としての方針的に面白いって言われたいと。要はネタを結構するから、みんなから面白い面白いって言われたいんだけど、その、まあ、スキンのせいもあってか、毎回毎回喋るたんびに可愛い可愛い言われまくると。あと、まあ、学部くんの川ぼがあるよね。声変わりしてないわけよ。声変わりしてないせいで、声も川ぼ。で、スキンも可愛いみたいな。で、本当は面白い面白い言われたいのに、全部そっちの方に転がっちゃうと。可愛い。だから、おめえが言うなっつってんだよ、こら。おめえのせいだぞ。もうこれ、佐藤やん。うん、これ、アジンの佐藤なんよ、お前、この服。誰もわからん。声は仕方がないとして、せめて、スキンを見たときに、まあ、面白いって言ってもらった方がいいんじゃないのって、ほら。クロちゃんとかね。もう面白いやん、これ、明らかに。もう誰がどう見ても面白いし、クロちゃんのこのスキンで可愛いって誰も言われんのよ。だけど、ほら、シラスくんのこのスキンとかだと、可愛いって言われちゃうじゃん。ね。まあ、あーにゃー。まあ、今回、動画班に協力してもらって、学部くんの新スキンを考えようコンテストやっていきます。で、学部くん的に希望はありますか？視聴者が見て引くやつがいいです。え、これ、本当に言ってる？ダンボールも捨てる。あ、ダンボールも捨てていいんだ。オッケーオッケー。わかったわかった。著作権を侵害するものは禁止。あと、下ネタは禁止。お願いします。今日で可愛いは卒業。もう言わせたくないってことですね。はい。という感じで、まあ、学部くんがネタ担当になりたいということなのでやっていきます。よかったら皆さん高評価、コメントしてください。じゃあ、スキンコンテスト開始。はい。ということで皆さん、全員スキンを作ってきてくれたみたいです。じゃあまず、学部くんのちょっとスキン見ていいか。学部くんがもしも次のスキンにするならこうしますよっていうのを見せてもらっていい？どうぞ学部くん。あー、なるほど。あ、こういう系がいいんだ。あくまでもちっちゃいのがいいんだ。ソーマっていう。スケルトンコンビになれるかも。ソーマと一緒にネタが取れるみたいな。別の組み合わせが出るかもしんないから、悪くはないんじゃない？で、ちょんまげと。間違いなく学部くん好き好きは届かんくなる。絶対届かんくなるね。動画班の今から見るけど、なかったらもうこれ選んでいいよ。学部くんのこれにしよっか。オッケーっていう感じでいきましょう。じゃあ、一人目からいきます。一人目。ゆう、一歩前。二個あるんすよ。ほうほうほう、候補がね。いいよ。死ぬほどキモいのですよね。そう。めちゃめちゃ気持ち悪いスキンを考えてきてくれだって。1個目。あー、なるほどね。なるほど。これ無料だよ、学部くん。無料。いい印象はないでしょ。うん、ない。うん、なんかめちゃめちゃなんか悪いことしか思い浮かばん。この顔を見たときに。2個目は、うん。なるほど。モアイか。まあ、黒茶寄りになるわけやね。俺がそれにしようかな。意味がねえよ、そしたらよ。企画崩れるんよ、お前。最初のは無理です。あー、なるほど。なんか最初の、こういう系の顔は、ちょっと生理的に受け付けないと。あー、まあ仕方ないね。まあ、それなんか全員そうやと思う。やっぱりか。そうだろ、分かってたもんね。はい、ということで、じゃあ、ゆうさんありがとうございました。はい、3号くん。2つありますと。はい、今回どういう系ですか？楽譜とは、モデレーターの時からの付き合い。そうだね。ずっともう1年以上、グループモデレーターやってもらってますもんね。だから、楽譜くんの気持ちに応えられるように、愛を込めて作りました。お願いします。一つ目。あー、なるほど。え、これ変えるの？で、これ絶対これガチ恋消える、これ。ガチ恋絶対撲滅できるよ、これ。なんか、リトルナイトメアとかに出てきそうだよね。はい、これが一つ目。で、二つ目は？あー、なるほど。これ何これ？食パン？どうも、ブレッドマンです。あ、パンか。いや、これは、ガチ恋湧きそう。これ、可愛いゲージと、可愛さがちょっと残ってるかも。うん、それはないわ、さすがに。ガチ恋を撲滅するのに最適なスキンなので100点。あー、いいんだ。一応、三国のやつどれも良かったらしい。はい、ということで、三国ありがとうございました。じゃあ、一旦後ろ立っとこっか。はい、ダイオウグソクムシ鈴カステラリーナーさんということで、はい、今回どういうの考えてきてくれました？ダイオウグソクムシ鈴カステラリーナーさん。今回はですね、うん。個人的に気持ち悪いなって思うのを作ったんだ。なるほど。まあ、学部くんがそれで喜んでくれるのかっていう感じだけどね。うわ、めっちゃいい、これ。
え、どう学ぶこれ。これめっちゃ良くない？なんかこの材質なんか体の材質良くないか。見ててムカついてくる。そうだよね。この顔でちょっとグソグソちょっとなんか煽るような言葉言ってみて。ちょっとなんか一言なんでもいいよ。なんか煽ってみて学ぶ君を。おいこのバカ野郎が。うわこれめっちゃ腹立つ。でもなんかあれじゃない、学ぶ君的にさ、これあのナルシストみたいな感じでいけるくない？よーセニョリータって僕に惚れてもいいんだぜみたいなこと言えそうじゃない？これでほら女性リスナーがするとうわなんか気持ち悪いみたいな感じになるやん。でまあガチ恋は撲滅できるんじゃない？これで僕がこの世で一番かっこいいのさ。そう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 、全然悪くないんじゃないかなって気がします。はい、ということで、はい、グソクムシありがとう。じゃあ後ろ並んどいて。あ、じゃあ次、はい、ポテイトさん。人気を出さないようにするにはサムネイルに映さなきゃいいんですよ。なるほど。サムネイルってあの黒巻き処理ってやつをするの。例えば YouTuber が実況を撮るときに後ろの方をグリーンバックにするの。グリーン緑色にしてキャラクターだけ切り抜くの。例えばちょっといくよ、恋の恋の視聴者さん、ほらこれもあの黒巻き処理みたいな、透過してるわけですよ。透過黒巻きでもう存在ごとを処理するわけですね。あーなるほど、そういうことか。え、それいいの学ぶくん？学ぶくんそもそも動画出なくなっちゃうよそれ。存在を消される。うん、もう金輪際二度と学ぶくんはサムネイルに映らん。バンされる？まあバンされるやつではないけどね。はい、ポテイトさんのスキンが果たして選ばれるのか気になりますね。じゃあ後ろ並んどいて。はい、次。はい、シラジアスニコニコさんということで、はい、これもともと学ぶくんです。本来はね、これ冬、まあ12月だからさ、このスキンになる予定だったんですけども、変えたいみたいです。キモいのを作った！わかりました。はい、じゃあ見とこっか、ほら。こんなに可愛い学ぶくんがどう変わるのか、いいですよ、変えて。もう喧嘩売ってる？君、あのチャンネル消す気？これうわこれ好きだわ俺。シンプルでめちゃくちゃいい。これいくらすんのシラス？69ロバだって。これあれか、このアイアンバルブってやつを買えばその頭の部分だけを残せばいいんだ。キャラクターを買えばいけるっぽいわ一応。え、もう一個あるらしいよシラス。もう一個何？顔から逃げるゲームとかでよく見るよねこれね。まあ、確かにこれはまあ女性リスナーに可愛いとは言われんやろ。可愛い本当に？今の僕の顔と似ているね。いや似てはないやろ。なんか今一瞬変わらんかった？知らず大丈夫？なんか一瞬今危なかった気がしたんだけど大丈夫？あの俺の編集の仕事を増やさないで。モザイク処理って俺が一回一回つく、だからそういうのをすると俺、だからそう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 。はい、穴付き。ちょっと先に謝りたいことがある。今回かっこよくなりすぎた。学ぶくんちょっとねダメかもしれんね、もしかしたら。学ぶくんあの正直にかっこよすぎるからダメって言ってやって一言ね。じゃあ一応天月、じゃあ登場いいですか。はい、ということでじゃあ天月さんの作品でした。ありがとうございました。あのこっちの方に並んどいてください。はい、次行きましょう。先に一つ質問があるんだ。何？学ぶくん、スキンを変えるということはそれ相応の覚悟ってものがいるんだ。そうだよね、クロちゃんもさ、最初さ、このおっさんにした時ちょっと違和感あったもんね。最初視聴者からも言われたけど、途中から結局視聴者も何も言わんくなったじゃん。クロちゃんつったらこのおっさんみたいな感じになったもんね。君にそれの覚悟はあるのかだって、ガクー君。しないです。そうだね。もう今のもう現状は嫌やと。もう可愛い可愛い言われるガクー君は卒業と。わかった。では一つ目、いくつもあるんかい？いくつもあるのかよ。じゃあ一つ目いいよ、出して。あ、ラッパーロボットガクー君。うわ、でも怖い感じで行くのか。これはまあ、なんやろな。今までのやつのインパクトがすごすぎるから、ちょっと弱さ、弱いかもしれん。一つ目は、クロちゃん、ぶっちゃけ。では、二つ目行こっか。オッケー、いいよ。ドアーズね。ドアーズスキンにするわけね。これもなんか、なんやろ、ちょっとなんか微妙よな。なんかインパクトがないよね。なんかこの顔を見たときに、なんかインパクトがないかもしれんな。バッタは待った。どういうこと？バッタが待ったってどういうこと？韻を踏んだ。からの、よよよよ、いや、バッタは待った。よー、よーじゃねえよ、お前な。韻を踏めっつってるよ、お前。ということで、僕のスキンのセンスは皆無ということですね。クロちゃん、あの、落ち込まなくていいよ。では、ナオくん。ナオくんいきます。やっぱ、ただ気持ち悪いだけじゃなくて、うん。覚えやすさも考えました。あ、だから、パッてそのスキンを見た時に、インパクトがあって、あ、これ覚えられやすいな、みたいな。で、これ誰やろ？学ぶくんや、みたいな感じでね。オッケーオッケー、わかった。なおくんじゃあいいですか？めっちゃいい。
ピーナッツ楽譜。これ良くない？普通に。ちなみにこれ身長ちっちゃくしたらどうなる？これ身長下げたらどうなる？あー、やっぱでかい方がいいね。でかい方がいい。ちっちゃいとちょっとなんかインパクトにかけるから。だからスキンの体を一番大きいやつにして、このピーナッツを被ると。あー、100ロバぐらいなんだ。だから値段悪くないね、全然ね。あ、グーッ、いいね。はい、ということで、じゃあ、ナオカありがとうございました。いいかもね。はい、ホットドッグユートさん。ユートは結構ガチでふざけるよ。ユートはにスキンコンテストするとき、マジで大暴れするから、自分じゃないから。他人の不幸がめちゃくちゃ好きな人やから、ユートさん、今回どういうの作りました？なんかやばいの来そうだよね。今回はウサギをモチーフに作りました。動物系なので、可愛いが残ってるかもしれない。あー、ちょっとないかもしれないけど。ウサギ？ちょっとこれじゃあガチ恋がまた増えるかもしんないね、確かに。え、ガクウくんかわいい。え、ガクウくんマジ好きすぎるんだけど、みたいな。頭を馬にした方がいい。あー、ウサギじゃなくて馬にした方がいいんじゃないか。そう、ガチ恋距離。お姉ちゃん、僕と一緒に遊ぼうよ。手つないでよ、つって。え、かわいい。え、マジかわいい。やば、かわいすぎ。え、死ぬ。無理ねんだけど。でもそういうコメント来るよ、でも絶対これ。ちょっとこれはかわいすぎるかもしんないね。はい、これユートさんの作品でした。ありがとうございました。スキンコンテストの大トリはこの男ラドン。まあまあ、まず思い出してほしい。動画班のスキンナオくん。はいはいはい、ナオくん、そうだね。ナオくん赤だよね。そうだね、そうだね。赤犬、赤犬、天月、うん、青生地ラドン、キザル、緑牛。フジトラはどこに行ったんだ。確かに、お前フジトラどこ行ったんだよ。じゃあ体のパーツと服装は自由の緑のモチーフ、あ、緑にしましたと。はい、まあ、ということでラドンありがとうございました。じゃあ横並んでください。ガクウくん、こっからが本番。まず出揃いました。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 はい、10種類のスキンが出揃いました。まずガクウくん消去法でいく。これはないなってやつから消していく感じで、消去法で。天月さんはない。殺すぞお前、ほら、落ち着け、天月。じゃあ天月一回横に行こう。こっちおいで。黒さん、お疲れ様でした。はい、黒さんありがとうございました。ポテトさん、まあまあ黒巻きだからね、ダメらしい。ポテト、やっぱ俺は動画に出たいっつってる、ガクウくん。以上です。え、あとは一応可能性があるってこと？本当にか？いや、まず俺は、グソクムシ、サンゴーくん、ピーナッツかな。ほら、ツイッターで結構イラスト描いてくれてるじゃん。描いてくれてる絵師さんの方が、ピーナッツを描きやすいと思う。だから、サンゴーくんのこれはめっちゃインパクトあるけど、なんて呼べばいいのかわかんない。チビ？鈴鹿ステラちゃんとナオくん。ミルダムの投票取ってみるわ。ガクーくん。一応考えてて。ミルダムで投票してみます。例えば、ミルダム。あー、待って。ナオくんの方が多いわ。グソクムシさん、ナオくん10とかだ。あー、ナオくんが圧倒的に多い。ピーナッツくんが多いわ。それか、ガクウくんの、ガクウくんの自分のやつでもいいんだよ。もちろん。そう、食べ物組に入れる。おこら、おこら、やめろ、お前、こら。バーンされる気か、お前、こら。今すぐ戻せ、全員。ピーナッツくんがいい、ということで。ほら、もう確定でいいですね、じゃあ。食べ物になりました、よろしくって、そうだね。ゆうくん、決まったよ。副隊長。ほら、決まったよ、しらすくん、ついに。これが、ガクウくんの新スキンだ。背が高くなって嬉しい。あ、嬉しいんだ。え、フィット感どう？ガクウくんこれ。うん、楽譜これでもいいんでダメに決まってんだろうが、お前。はい、ということでですね、動画班の皆さん、これがガクウくんの新スキンです。決まりです。これでいいですか？たくさんこういうなんか気持ち悪いイラストたくさん待ってます。まあ、あとあれですね、まあ、ガチ恋とか、まあ、なんかリアコとかあるんですけど、まあ、別になんかしてもらって全然いいんですけど、まあ動画によっちゃ、こうなんかこう、表でわーって言われるのを、まあ、ガクウくんみたいに嫌う人もいるんで、表だったところじゃなくて、俺らにバレないようにね、はい、こっそり、こっそり楽しむようにしてください。よろしくお願いします。あ、まあ、だから動画班になんか気持ち悪いなんかリプライとか送らんようにね、よろしくお願いします。そこ配慮してください。はい、という感じなんで、ガクウくんの新スキンはピーナッツということで、次回の動画からピーナッツでやっていきます。はい、という感じで皆さん、今日の動画は終わりです。お疲れ様でした。